フィギュアスケート世界国別対抗戦、第1日、15日、マルゼンインテックアリーナ大阪。男子ショートプログラム、SP が行われ、五輪2連覇の羽生結弦、ANA は 107.12 点で2位となった。首位は 109.65 点のネイサン・チェン、米国だった。3本のジャンプをすべて着氷。会場の雰囲気と一体に、羽生は舞った。やれることはやった。直前の宇野の点数はあまり気にしないようにというのも思っていましたし、自分が一番貢献できるのは自分の演技に入り込んで自分のペースでやること。ただ今日は最後の最後まで宇野選手と共に力を借りて滑らせていただいたなと思うと充実の笑顔を浮かべた。今季最終戦の今大会、変異株によるコロナ禍が再拡大する中での開催に、ショートに関しては、すごくこの世の中でも何か楽しめるようなプログラムになっていると思います。少しでも何か心から湧き上がるものがあったらいいなと思いながら滑りたいと舞台に立った。3月の世界選手権、スウェーデン王へ、帰国後の隔離期間は、ホテルとリンクを自家用車で往復。コロナ感染防止のルールにのっとり、十分な練習をできたかと言われたらそうでない部分が本音ですけど、そうやって練習をさせていただける措置を取っていただけたことは本当に感謝していますし、そういった配慮の上で僕は今滑れていると思うので、しっかりと僕の役割をここで果たしたいなと思っています。様々な思いを抱きながら、羽生は全力の舞を大阪のファンに届けた。